はい、それではカンコレですね。梅雨イベですかね。大規模作戦の前段が今、始まりましたので、そちらの方の、E1 の輸送ゲージの方やっていきたいと思います。計画概要をこれごです説明しまね。す。あとゲージ割るだけなんですけれども、進行阻止、当初でいいんですよね、多分ね。漢字間違ってたらごめんなさい。当初防衛強化作戦、鎮魂、機504戦団。504かな ?504 か。ちょっとわかんないです。前段作戦、第一作戦は海い、域、作戦通要常項海に、域の出撃も大本切作で戦す。の手期段間が、限定海域、計画進戦の行手阻止、当初防衛強化作戦展開中です。これはいつものですね。連動によっていろんな、難易度を使い分けてくださいということで、私の方の鎮守はかなり、引退を何回も繰り返してて、カンムスが足りてないです。特に日清がいないので、コートオツはいけそうにありませんので、定作戦と、まあ、いけるところは兵をやっていきたいなと思ってます。とりあえず、E1 は定で進めてます。はい。こちらですね。オホーツク海、千島列島沖。提督、我が本土周辺、特に各島嶼部の防備を強化するため、各戦域への輸送作戦を実施します。当初防衛強化作戦発動です。まず、最初に、千島列島最北端の、何でしたっけ、ホロムシロだっけ、なんかロシア語はまたちょっと違う感じですよね。基地への兵站輸送を実施します。ちょっとこのサーバー名にもなってるはずなんですけど、読み方わかんないです。ごめんなさい。制駆逐艦や解剖艦などで構成された輸送護衛船団を編成、千島方面への輸送作戦を実施せよ。いつもの E1 ですね。軽めの船団でやっていきましょう。小型艦艇を中心とした輸送護衛船団で、千島方面への輸送作戦を実施する。敵潜水艦にも警戒を厳に。機504船団抜病。通常艦隊の作戦海域です。敵潜水艦への対処には、解剖艦、駆逐艦等の対戦能力の高い艦と対戦装備、爆雷ソナー等が有効です。艦隊の編成、装備によって輸送、揚陸量は大きく変化します。ドラム缶とかですね。本作戦では航空母艦含む飛行甲板付き、飛行甲板かな、ごめんなさい、どっちかわかんない。揚陸艦、かっこ閉じ、および戦艦級は投入できません。はい。やっていきましょう。我が本土周辺の当初防衛強化の一環として、千島列島方面へ兵站輸送を実施。敵船警戒も十分に、機504戦団抜病。はい。編成見せてなかったか。まあ、ほとんど、あれです。攻略サイトの、記事書いてくださってる方のコピペですね。オツ以上やんないので、かすみちゃんみたいな、他の海域に投入した方がいいカムスもガンガン使っていってます。むしろ、あけぼのがこのレベルで参加してるのがやばいですね。じゃあ行きましょ艦隊旗艦瑞穂、進発いたします。皆さん、参りましょう。う。機504船団出港、北海道からですね。宗谷海峡に入る、対戦警戒を厳に。で、ここで、能動分岐です。まずは下に行きましょう。ここになんか赤いのはありますけど、今は気にしないでおきましょうね。はい、1戦目は潜水艦です。偵察船なんでね、すごく弱いのが出てきてくれるんでありがたいです。削りだと、潜水艦1隻っていうこともあったんですが、これラスダンだからかな、2隻になってますね。レベル20代のあけぼのちゃんが決めてくれましたね。
後ろが、対戦ガン積みで先制対戦してくれる艦になってます。他は輸送ガン盛りですね。はい、2戦目ジーマスも敵潜水艦隊になります。ターン王陣でいきましょう。はい、こちらも2隻ですね。牛尾ちゃんが開幕1隻落としてくれるの で向こうの先制た、先制雷撃か、あれも発動しないので、フラグシップとかじゃないので、まあ、安全に処理できますね。はい、ここまではとりあえず無傷でいけますね。はい、ではジェイマス、ここからは通常艦隊との、戦闘になります。攻略サイトとかだと警戒陣で抜ける感じの、記事を書かれてるとこなんですが、まあ偵察戦なんでね、単銃でもいけます。普通に倒しましょう。いいですね、順番も無傷でいけました。あとは、ボスと戦うだけです。ホロムシロ入港用意、ホロムシロだったかな、なんかロシア語もっとちょっと違うのありましたね。輸送物資の揚陸地点に到達しました。ほにゃららにゃららら、なんだろう、物資を下ろしますみたいなことを書いてあったのかな。はい、ではボスマスです。機関が潜水艦なんですけども、他は、水上艦隊、水上艦艇も含まれているので副従ですかね。僕は偵察船なんで、まあ、何でもいけるっちゃいけるんでしょうけど。前段は明るいですね、音楽が。まあ、前段はっていうか、いい位置だからかもしれないですが。はい、では対戦が先制で落としてくれたので、普通に駆逐艦を相手にするだけですね。特に苦戦することもなく、ここまでは、順調ですね。まだ E 位置のゲージ位置なんでね。はい、恐ろしいですよね。 E1 から2ゲージですからね。2ゲージ1ギミックですからね。こうとかだったら、昔だったら考えられない。さすが大規模ですね。残念ながら、ながらちゃん、ここの輸送ボスは大したドロップがなかったはずですね。あ、残念ながらって言ったらダメですね。いい子だから。はい、で戦力ゲージ2ゲージ目が、かなりドロップ的にも美味しくなってらっしゃるらしいです。で偵察戦なんで、ギミックなし、ルートギミックなしでボスマス出現しますね。はい、今鳴りましたね。では、次、次回は戦力ゲージの割る時の、動画を上げたいと思います。今日はここまでになります。あとあれだ、チャンネルの、スーパーチャットの読み上げですね、ちょっとさせていただきたいと思います。ちょっと待ってくださいね。よいしょ。あ、画面真っ暗になっちゃった、ごめんなさいね。前回が22の分まで読んだはずなので、6月24日から読んでなかったですね。だいぶ読んでない、大変だ。UAZW さん、私も今日はランニングやってきました。ただ毎日の継続には及ばないところです。いえいえ、私なんてね、全然ランニング普段何もしないので、どうもありがとうございます。あと27日モンスさん応援しております、どうもありがとうございます。それと6月28日プロオゴラレイヤーさん、受けるありがとうございます。すごいですね、3000円もいただいて、3060円もいただいてます。ありがとうございます。
6月30日、ブルーノマーズさん500円、ありがとうございます。この方は、なんか、スーパーストリームです。何でしたっけ？スティッカーか。スーパースティッカー送った直後に、やべとかなんか書いてたんで、もしかしたら違う配信と含まどしてて、間違ってこっちにお金を払ったような感じだったかもしれませんが、すいませんね。ありがとうございます。いただいた分は貴重なあれなんで、大事に使わせていただきます。まだちょっとね、収益化の、住所確定が済んでないんで、一銭も入ってきてないんですけど、来たらね、大事に使わせていただきますんで、よろしくお願いします。それでは次は、E1 の戦力ゲージの割るときに、お会いしましょう。お疲れ様でした。バイバーイ。